皆さんこんにちは、ヤーブです。皆さんこんにちは、片手で2秒で外せますアマガイです。高野です。はい、今日は何片手で2秒って片手で2秒ってどういうことですか。片手2秒って外せるなんだろう。片手で2秒で分かって TV 秘宝童貞王高田束縛男だった。おお、あれですね、秘宝だって。秘宝、僕の高校2年生の恋愛の話ですね。あれか、うん、携帯見ちゃったんですよね。見せてもらいました。いや、すごいのが高田先生、今でもなんか携帯してると見てくんだよね、はい、そうやばいよね。のぞくすごいですよ彼。しかもパソコンいじっててもめっちゃ見てきてそうなんだ、メッセンジャーとかさ、そう使ってても、え、なんすかなんすかみたいな、見てくる。いやみたいな。何なのあれは。いや、まあちょっと、うん、今高校時代の癖が抜けきってないですね。そのみんなの情報を知りたいみたいな。うわ、怖い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 。俺のネーミングセンスの良さが露呈したな。タツキってやつね、うん、童貞王の名付け親っすよ。あ、そうね。すごいね、よく覚えてるね。このタツキってやつ、童貞王の名付け親なんで、もうすっかり童貞王が定着しちゃって、ほうほうほう。最初ね、僕田舎もんっていうニックネームやったんですけど、そのあれか童貞王になってるじゃないですか。完全に変わってるね。持ってるって盛ってるじゃないって。あれですね、あれはね、これ俺完全に読み間違えてる、ね、持ってる野良猫っていうのが天貝さんの2つ名としていいんじゃないかっていう話ありましたけど、うんうん、実は盛ってる野良猫っていうことやったんですよ ね、うん、そう読み方はちょっとあれだね。はい、印刷37ですからね、はい、読み間違いもしますよ、はい。これちょっと撮影裏話話しちゃいません？話しちゃうか。言っていいのかな。まあこれちょっといろいろあったよね。実はあれ、うん、あのこう2回やったんですよね、収録を。そうだね、そう実はあの1回ボツになったやつがあったもんね。1回目で、ね、僕らもちょっとさすがに家の中でバーベキューやるのまずいんじゃないかってことで、結構窓際でバーベキューやって、うん、そしたら総合演出が、あの、そんな甘えよと、うん、そんな甘いぞと、足りないよ、もっと煙出せと。でちょっと専門家の方とかにも来てもらって、うん、でもう1回2回目の収録で皆さんが見てるあの映像が撮れたと。そんなことあったね、うん、いや煙かったね本当に、うん、であとやっぱりこのバーベキュー界で思ったのは、その僕水ぶっかけられるシーンあるじゃないですか、うん、あれね、あれカットされたのちょっとね、意地からあったよね、あれね。そう、ちょっとぜひ見てほしいんで、うん、あの僕が水ぶっかけられるシーン、まあ、5秒ぐらいどうぞ、うん。いや、この映像、やばくないっすか。絶対今のカットされたから、ね、いらないです、笑い。好きな回は、中森先生が新宿でナンパしてた回です。そんなのないわ。幻の回。何と思う人。まず木下さんがすごい上手かったよね、すごい木下さんの役者だったね、完全に。いや、俺高田君の告白をめっちゃ評判いいかったよ。そうだよ、そうやっぱ基本数学的機能法っすよ、何でも物事って。何でも、うん、いやこのね、好きなこと生きていくさんを結構褒めてくれる。あ、そうですね、あ、結構ありがとう、本当ありがとう、これからもよろしく。有名コメント、コメントをいっぱいしてくれてますね。来た、お、誰が何と言おうと高田先生推しです。僕らですよね、その、うん、嵐のメンバーでいうと、うん、王道派がこの2人やと思うんですよ。まあ、山美さんが、うん、まあ、桜井翔で、あの天貝さんが松潤みたいな、うん、で僕は大野くん、叩かれるよ多分。僕大野くんキャラなんですね。いや待って、大野くんねめっちゃすげえから、ダンス毎週歌できるし。でも顔で言うたら大野くんってやっぱ一番劣ってると思うんですよ。ああそれね、めっちゃ炎上するんですよ。大丈夫、皆さんこれがダメな例えの例です。やばい、これね本当に怖さを知ってない君は炎上の怖さを。いや大丈夫、この前だってノンスターのゆうさんに言われたでしょ、炎上の怖さを知らないって君は。あ、そんなありましたね。いや大丈夫です、僕大野くんキャラなんで。いや、よかったですね、本当にいいね押してくれるし、コメントしてくれるの本当嬉しいっす、うん、ありがとうございます。ありがとう、これが励みになります。じゃあ今回はそんな感じで、はい、バーイ。